ンチの今日もどっかでダイナマイ。なんか洒落た建物だな。銭湯じゃねえのか。さて、あの銭湯に連れて行くって言ったんですのでね、うん、でもあのちょっとね、気になる場所を発見してしまいましてですね、なんか初めて来たよ、俺も。いや、私もちょっと初めてで、川崎マリエっていうところらしくてですね、ちょっと高い建物が気になったんですけど、一体どういうところなのか僕も全く分かってない状況でしてございまして、はい、なんか上の展望台がですね、ちょっとなんか行けるみたいなので、はい、ちょっとせっかくなんでちょっと行ってみませんですの？行ってみますの？ありがとうございます。よし、ダイナマイ。川崎にこれあんだな。こっち、これなんすか？あ、こっち、これなんすか？大次郎だった。大次郎だった。川次郎、初めて来たよ。これは何作ってるんですか？川崎市民幽霊文化大使何も知らないよ。いや、でもこれ結構川崎でもちょっと何ですかね、この海のこう臨海部っていう感じのところですよね、これ。ダイナマイ。村君、はい、なんだこれ、川崎マリエ展望室、日本夜景遺産だってよ。そんなのがあるんですか？360度のパノラマだって。なかなかすごいところでしたね。あ、皆さん、ぜひほら、川崎0号系のこのバス乗ればいいんだな。駅の東口からですね、川崎東口から。利用時間はこれ、入場無料っていうのがいいじゃん、入場無料っていうのがいいじゃん、これ。川崎、川崎九州に続いてね。川崎九州に続いて。ダイナマイ。なかなかこのセンスがあるね。そう、ね、今時っていう感じがしますね。知らなかったぜ。展望室ですね。マリエン展望室。マリエンってどういう意味なのかね。そうですね、後で聞いてみましょう。あとですね、マリエンの名前なんですかね。あ、いい景色じゃないですよこれ。今日は天気もいいしね。ね、最高ですよね。なるほどね。港町っていう感じがしますよね。ダイナマイ。おお。あ、でもここで場所が分かる。三浦半島。あ、三浦半島ってことは、あっちもあっちも。あ、でも三浦もね。こっちは房総半島の君津。ほう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 。あ、木更津あっちか。あ、東京湾アクアライン、海ほたる。なんとなく見えるね。本当だ。すごい。あれが海ほたるなんだ。僕、海ほたるを初めて生で見ましたよ。俺も。あ、本当ですか。はい。あんな感じなんだ。ダイナマイ。知らない、また川崎の一面を見たよ。またちょっと、ね、バーグさんとかちょっと、ね、今まで行ったところと違ったような感じもね、しますので、ね、56年住んでて初めてなんですよ。意外とね、知らないですよね、川崎に、ね、住んでてもね。川崎にはいろんな川がありますよね、なんかこうやっていろいろ見ていくとね。ダイナマイ。すごい、なるちゃんもあったの。問い合わせたんだ。大企業のね、こういうコンテナっていうんですか、こういうのは。おお、またこれね、なんかスカイツリー見える？ここからスカイツリーだ。ああ、見えますね。一番向こうですね。火が出てる塔あるじゃないですか。火が出てる方、塔が右側に。その次に何かちょっと悪いやつがありますね、うんうん、それずーっと左の方に行ってもらうと、うっすらぼーっと伸びてるのが使いやすいですね。あのことかな、はい、なんとなく分かりますよね。ダイナマイ。これ何ですか？いろいろなんか何ですか、縦みたいな。中国からも来てますよ。これは、ね、観光客、海外からの贈り物って書いてます、ね、あ、なるほど。
一度来てみてよかった、またよろしく友達になりましょうみたいな感じなんだ。韓国、プサン、中国、友人の証っていう。いやすごいね。これは小学生見たら興奮するな。これはね、うわすごい。これもうあれじゃん、なんていうの、ドローンで見た感じだ。ちょっとそうですね。すごい。こういうのはね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。